聖書を拝読します。マルコ 2-3 から12までです。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こういうあなたの罪を許されたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪を許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出ていた。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。アーメン。インマヌエル聖歌隊と西オーケストラが賛美と演奏を捧げます。東海女職務代行イスジン牧師が起き上がって飛び跳ね歩きというメッセージを取り次ぎます。まず講談見解を紹介します。オーストリアのクイハンソ執事とホンアラ姉妹です。オーストリアのゴルドコーストで15年間いつも守られて祝福されるようにしてくださった神様に感謝を捧げます。コロナの中でも私たちは万民の生徒としてどんな影響も受けずに、かえって物質と健康の祝福を受けています。娘のホンアラ姉妹は道海寺先生の祈りを受けてアトピー性皮膚炎が癒されました。今オーストリアで教師として勤めているそうです。神の国のために忠実に働きたいと思っていて、オンラインで聖書アカデミーにも参加しています。ホンアラ姉妹の誕生日を迎えて感謝の心を込めて講談見解をします。クイハンソ執事がお母さんで、夏のキャンプに参加するために来ておられます。道海寺先生が行う神の力がオーストリアでも現れることを望み、今回の夏のキャンプも楽しみにしています。ありがとうございます。祝福があふれますように。今日主日大礼拝には、今回の夏のキャンプに参加するために海外からお客さんが来ておられます。ご紹介します。アフリカ万民教団の総会長、ケニアナイロビ万民教会のチョン・ミョンゴ先生とユニンス夫人、今後のキンシャサ万民教会のセバスチャン・インペイト長老の夫妻、フィリピン・カビテ万民教会のジョー・チャン・ニョン牧師、セブ万民教会のソン・スク牧師、モンゴル万民教会のバッチョリ宣教師が参加しておられます。またマレーシアとオーストラリア、隣の国の宣教師と生徒の皆さんが夏のキャンプに参加するために入国して礼拝に参加しておられます。その他イスラエル、ロシアなど他のいろんな国からも夏のキャンプに参加したいと思っていましたが、コロナ禍の中で来られなかった方も多くいます。温かい拍手で歓迎してください。3階の礼拝室におられます。明日夏のキャンプの会場でお会いできるでしょう。歓迎いたします。今日私が大礼拝のメッセージを伝えます。夕方礼拝の時、今後のセバスチャン長老が証のメッセージを伝えてくださるので、前は道海寺先生の映像で礼拝を捧げようとしましたが、夏のキャンプの前だから信仰を持って備えるために今日メッセージを伝えることになりました。来週の夕方礼拝はジョン・ミョンゴ先生がメッセージを取り次ぎます。舌を心で待ちましょう。明日からは舌って待っていた
万民夏のキャンプが始まります。普通教会の夏のキャンプなら川とか海とか山リゾートなどに行って遊びながら休むというでしょう。しかし私たち万民教会の夏のキャンプは特別です。開拓したその次の年の1983年から始まり、毎年特別でした。ただ、食べて飲んで休む時間ではなくて、生きておられる神様を見つけて、いろんな霊的な体験をしながら、神様と主を褒めたたえる時間を過ごしました。それで問題が解決され、医学でも癒され、治療できなかったいろんな病気が癒されました。夏の暑さとは関係ない涼しい天気の中でいろんな虹、移動する星、トンボなどを体験しながら神様の生きておられることを体験して信仰がすくすく成長しました。今年の夏のキャンプを通しても生きておられる神様の偉大な力を体験して祝福されることを信じます。明日夏のキャンプの会場に出発する時から証があおれますように、答えと祝福の主人公になりますように。何よりも万民夏のキャンプではいつも驚くべき癒しの御業が現れました。それによって私たちは豊かになり聖霊に満たされて信仰生活ができました。今日メッセージを聞いてどのようにして速やかに答えを受けて祝福されるのかを悟る皆さんになりますように。愛する生徒の皆さん、人が生まれた後成長して発達する過程を調べてみれば、普通生後12ヶ月からは一人で歩くようになり、18から24ヶ月になると歩いて走ることが常時になります。このように子どもが成長しているのを見ている親の心はどうでしょうか。時になって赤ちゃんが歩くようになるのは当然なのに、まるでビッグニュースにもなったように喜んで、また不思議に思います。うちの子は特別みたい、天才みたいと言いながら幸せな心でその子の未来を夢見たりします。親の目には子どもがよちよち歩くのも不思議なのです。そして普通の子よりちょっと早く歩いたり自由に動いたりすると、うちの子は特別のみたいと言って周りに自慢したりします。しかしもどかしいことに、先天的な病気や事故によって歩けない人々も多くいます。脳性麻痺、小児麻痺で生まれつき自由に動けない人もいるし、歩けない人もいます。義足をつけて歩く場合もありますが、ほとんどは松葉杖や車椅子に頼るしかありません。現代の医学でもどうすることもできないからです。しかし聖書を読むと、全知全能の神様の力で歩けなかった人々が歩いて飛び跳ね、神様に栄光を捧げたことがたくさんあります。イエス様の時代に中風や下半身麻痺で一生生涯を抱えて生きるしかなかった人々がいました。しかし到底癒される見込みがなかった彼らも、信仰を持ってイエス様のところに行けば完全に癒されて神様に栄光を捧げました。それだけではありません。主の弟子ペテロにも神の力が現れました。生まれつき歩けなかった人が祈りを受けて歩いて走りました。ペテロがイエス・キリストの御名によってその印を施して、イエス・キリストが救い主であることを伝えると、多くの人が信じました。使徒パウロもそうです。ルステラに生まれつき足の泣いた人がいました。その人が使徒パウロによって飛び上がって歩くようになりました。そしたら群衆はそれを見て驚いて、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言いました。これは聖書に記されているだけではなく、今現在私たちの目の前に現れる神の力です。今日のメッセージは、2002年2週連続リバイバル盛会で同会者先生が伝えてくださったメッセージに基づいています。同会者先生もその時同じタイトルで、起き上がって飛び跳ね歩きというメッセージを伝えてくださいました。中部の人がイエス様のところに来て起き上がって歩くようになったという内容を伝えます。今日
今日はただ歩けない人の例を伝えますが、しかしそれだけではなく、目の見えない人が見えるようになり、聞こえない人が聞こえるようになり、物を言えない人が言えるようになったり、いろんな皆さんの願いの心の願いも叶えられるし、その他さまざまな病気も癒されるための方法が分かる内容です。ですからどうすれば神の力の技を体験できるのかを悟って、神様に栄光を捧げますように。愛する生徒の皆さん、本文はイエス様がカペナウムという町に行かれた時起こったことです。そこにある中風の人がいました。彼は中風がひどかったので、自分で起きることができなかったので、下の世話も人にしてもらう惨めな日々を過ごしていました。死ねないから生きているだけとも言える彼の姿でしたが、これを見て友達もとても悲しんでいました。ある日彼は嬉しいニュースを聞きます。イエスという方が目の前見えない人の目を開けて、歩けない人が歩くように、またいろんな病気の人を治すだけではなく悪霊も追い出すという噂を聞いたのです。中風の人は心が良かったので、イエス様についての噂を聞いて心に刻みました。そして切に慕うようになりました。ある日いよいよイエス様が自分の町に来られたという話を聞きました。その人はとても慕っていたイエス様にお会いできたらと思ってとても喜んでいました。しかし彼は病気が重かったので、一人では動けないから自分を助けてくれる友達にお願いをしました。彼の友達もイエス様の噂を聞いて知っていたから、その方の身元に連れて行ってほしいという彼のお願いを聞いてあげました。もし彼の友達がイエス様についての噂を聞いても信じない人だったならば、中風の人のお願いを喜んで聞いてあげなかったかもしれません。イエス様のところに行かないように引き止めたかもしれません。しかし中風の人本人はもちろん、その友達も良い心だったので、イエス様の噂を聞くだけで信仰を持ちました。皆さん、このように心が良いということがとても大切です。心の良い人は良い噂を聞けば信じるのです。しかし世の人々の中では、この福音を伝えても信じようとしない人がたくさんいるのではありませんか。そして神の力が現れるのを見たのに教会を離れてしまう人もいたでしょう。しかしこの中風の人と友達は心も良かったし、イエス様についてのお話を聞いて心を開いて、それを受け入れて信じました。中風の人は友達に担がれてイエス様のところに来ました。しかし多くの人が集まっていたので、イエス様は見ませんでした。イエス様は家の中におられ、福音を伝えておられましたが、その身元に行ってこそ祈りを受けたり、お言葉をいただいたりするでしょうが、イエス様に会いに行ったのに、あまりにも多くの人が集まっていたから中に入ることができない、そういうところだったのです。あまりにも多くの人が家の外までぎっしりだったから、彼らをその間を通り抜けていくことは難しかったのです。もし彼らの信仰が足りなかったならば、そのまま帰って行ってしまったかもしれません。しかし彼らは諦めないで最後まで信仰を示して、その信仰を行いに表しました。イエス様という方がいて、その方が驚くべき神の力を行っていて、問題を解決してくださる、癒してくださる、だからきっと私も身元に行けば癒されると心の中で信じていても、行いに移さなければ癒されないでしょう。でも彼らは良い心を持って信じただけではなく、行いに見せたのです。行いに信仰を見せました。そして途中で諦めないで最後まで信仰を示しました。これが答えを受ける秘訣です。大勢の人が集まっていてイエス様に近づくことができなかった時、彼らはいろいろ方法を考えました。ついに彼らはイエス様がおられるあたりの屋根を剥がし始めました。屋根は後で
主人に謝って直してあげても、今日必ず癒されよう、必ずイエス様の身元に行こうという信仰と希望が強かったから、このような行いが出てきたのです。彼の友達は屋根を剥がして穴を開けて、中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろしました。その時イスラエルの家の屋根は平らでした。そして家の外に階段があったので、簡単に登ることもできました。そしてその地域では家を建てて、屋根は葦とか植物性のもので固めておいたから、屋根を剥がすことは難しくありませんでした。韓国でも朝鮮時代はこのように葦とか木の枝で泥で固めて作っておいたのですね。今の時代の屋根とは違います。そうやって中分の人は友達に助けられて、誰よりもイエス様の近くに行くことができました。そしてイエス様は彼らの信仰と心をご覧になり、中分の人をすぐ完全に癒してくださいました。愛する生徒の皆さん、それなら中分の人のように答えを受ける信仰はどんな信仰であり、どのように信仰を見せるべきでしょうか。イエス様はマタイ 8-13 で、あなたの信じた通りになるようにと言われています。ですから誰でも信仰を持って祈るならば答えを受けるようになります。もし答えを受けていないならば、それは神様が約束を守ってくださらないからではなくて、自分が神様の前に答えを受けるような信仰を見せていないせいだと悟らなければなりません。ある人は重い病気を持っているのですが、このような手紙を送ってくる場合があります。私は癒しの集会の時、これを癒されるために備えて祈ったのに、まだ癒されていません。でも今度は癒されることを信じます。ただ知識的な信仰を持ってそう言っているのです。病院に行って手術を受けても可能性がないと言われたから、神様は癒してくださる方だから、癒しの集会の時癒されたいとただ願うだけ、その考えを持っているのですが、それだけで癒されるのではありません。神様が認めてくださるような信仰を持ってきてこそ、信仰を持って祈りを受けてこそ答えを受けるのです。そういう信仰はどんな信仰でしょうか。信仰には2つがあります。皆さんもよく知っているでしょう。肉の信仰と霊の信仰です。肉の信仰は自分が目で見て確認できて、自分が知っている常識や知識に合っているから信じる信仰です。自分が聞いてみて教わって知っている信仰だから、知識的な信仰、理性的な信仰とも言います。これは有から有の創造、つまりあるものからあるものを作り出すのを信じる信仰です。こういう肉の信仰は自分の考えや計りごとに合わなければ信じません。また自分の目の前の利益や打算に合わなければ信じないのです。目の前の利益や打算に合わなければ信じないのです。皆さんも日常生活の中でそういう姿はありませんか？自分の都合に良くないのならば信じようとしないし、御言葉に聞き従わないのです。聞いて頭では知っているのですが、実生活ではそれを行えない場合がよくあります。目の前の現実を見て、今自分の暮らしの問題が大きいから御言葉通りに生きるのは難しいし、そうしたくないのです。それが肉の信仰です。いくら口先だけで信じますと告白しても、肉の信仰では答えを受けることはできません。ですから真理を行う従順の行いもないし、結局死んでいる信仰しかないのです。反対に霊の信仰はどうでしょうか。自分の目に見えないし、自分の考えや知識に合わなくても信じる信仰です。つまり何もない無から有を創造する神様を信じる信仰です。ですから現実や目の前の利益打算ではなくて、
真理、神様の御言葉を優先します。ですから従順の行いが伴うし、この信仰でこそ誠の信仰であり、天国に入れる信仰であり、答えを受ける信仰なのです。神様は私たちにこのような霊の信仰を望んでおられます。普通信仰生活を始めると、神様が私たちの創造主であることと、イエス様は神の一人子であり救い主であることを学びます。天国と地獄、罪と義について、そしてどのように罪を捨てて正しい人になるのかについて聞いて学びます。これが知識になって、理性的な信仰、肉の信仰を持つようになります。このようなメッセージをたくさん聞いて知っていて認めているからといって、それが霊の信仰になるのではありません。まずは知識として学んで、そういうのを認めて、神様が生きておられるんだ、天国と地獄があるんだ、死んだら後の世があるんだという知識的な信仰は持っています。それを本当に信じるならば、天国に行く道を歩まなければなりません。しかし地獄に向かう人もいるのです。天国があって、そして天国は分けられていて、さらに優れた天国があるということを知っているならば、信じているならば激しく責めるでしょう。しかし肉の信仰のままならばそうしないのです。皆さん、万民の子供たちは憎んではならない、人を裁いてはならないなど知っています。そして天国についてもよく知っています。子供たちも、小さい子供たちも知っています。皆さんは知っていますね。ならどのくらい行っているでしょうか。行ってこそ霊の信仰と言えるでしょう。しかし憎んではならないと御言葉にあるのに、誰かが自分に悪いことをしたり、誰かが自分を憎んでいるということが分かったならば、その人が憎くなるのではありませんか。そしてその人の悪いところを他の人に伝えたりするのではありませんか。そして自分が人より認められないとか愛されないときは虚しくなったり落ち込んでしまう、そういう姿ありませんか。そうしてはいけないと知っていないのに、どうしてでしょうか。まだ肉の信仰だからです。だから長い間、数十年間信仰生活をしていても、祈っても答えを受けられない理由はこれなのです。行いがなければただ知識的な信仰に過ぎないのです。このような信仰では不可能を可能にする霊の信仰を見せることはできません。主日礼拝は捧げます。生徒の集まりにも参加します。使命もいただいて果たしています。十分の一献金もして、いろんな献金も捧げています。そして自分は神様が生きておられることも信じています。天国と地獄があることも知っています。しかし自分の問題のために祈ったら答えを受けられないのです。精霊に満たされていません。幸せも喜びもありません。なぜでしょうか。御言葉通りに聞き従う霊の信仰を見せていないからです。ただ教会に通っている肉の信仰生活をしているのです。ただ救われるための信仰だけを持っているのです。信仰の1、2段階で大きい問題を解決するために祈るときは答えを受けることが難しいのです。もちろん教会に来たばかりの人、初心の者ならば、神様の前に少しだけ信仰を見せても、神様はその信仰の計りに合わせて答えてくださいます。海外でそういうケースがよくありますね。初心の方が数週間ぐらいメッセージを聞いて、その後祈りを受けても大きい病気が癒される場合があります。それはまだ信仰が幼いからです。この教会では牧者が積んでおいた講義があり、神の力が現れている教会だからです。でも信仰生活が 1,2 段階ではなくて、今ならば3段階、信仰の岩の上に立っているべき人が長い間信仰生活をしている人なのに、そして誰が見てもある程度信仰を持っているべき人なのに、実生活では信仰を見せることができないから答えを受けることができないのです。
答えを受けるためには信仰の3段階4段階の信仰が必要なのに、すぐそれを持つことができるでしょうか。問題にぶつかった時、神様の前に切に祈って悔い改めたからといってすぐ答えを受けるのでしょうか。普段の信仰生活を顧みて徹底的に悔い改めて立ち返らなければなりません。そして本当に決断するとき、神様は答えをくださるでしょう。そしてその信仰が誠ならば、真実ならば答えを受けるでしょう。ですから答えを受けるためには、聞いて知っていることだけではなく、心で信じて霊の信仰を持たなければなりません。そしてこの霊の信仰には行いが伴います。このような霊の信仰を持っていて、信仰生活をしていて、神様の前にその信仰を見せて祝福を受けて答えを受けなければならないのです。神様の前に見せる信仰が必要です。皆さんの生活に何の問題もないならいいのですが、何か問題があったり、そして病気になった時、見せる信仰を普段から持っていなければならないのです。そうしてこそ神様は答えをくださるのです。今この本文に出てくる中分の人と友達は、心で信じて、そして行いを見せたから答えを受けたのです。これを覚えてください。マルコ 2-5 でイエス様は彼らの信仰を見て答えてくださいました。心で信じる信仰が神様の前に行いとして現れなければならないのです。神様は聖書で、信仰を行いとして見せないで口先だけで信じるというならば、それは信仰でもないし偽りだとはっきり言われました。ヤコブ 2-26 です。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。第一ヨネ 2-4 です。神を知っていると言いながらその命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありませんとあります。私たちは裁きがあることも、天国と地獄があることを知っています。それを本当に信じるなら、また一人子まで渡してくださった神様の愛を知っているならば、当然神様を恐れかしこんで信仰の行いが伴うでしょう。神様はその行いをご覧になって、あなたは私を信じているんだと認めて答えてくださるのです。もちろん初心の者と信仰がある程度ある人の場合は違うでしょう。働き人ならば、ある程度信仰を持っているから、それに合う見合う信仰を神様の前に見せなければなりません。自分なりに定めて祈ったり断食もして献金も捧げたのに、なぜ答えを受けないのでしょうか。もちろん生徒の皆さんは今まで聞いたものがあるから、癒しの集会で癒されなかったならば、次の癒しの集会に備えながら自分をもう一度振り返り見て、間違っているところを過ちを発見しながら悔い改めてもっと備えるでしょう。このように備える方法は知っています。しかしただ癒されるため、それが必要な時だけそうするのではなくて、普段から御言葉通りに行って信仰を行わなければなりません。するととても楽に簡単に答えを受けることができます。本文の中文の人は答えを受けるような例の信仰を見せました。もしその人がただ家に寝ていて、主を信じます、イエス様は全知全能だから今私がここに寝ているのも知っておられるでしょう、中風で動けないから主のところに行けないことを理解してくださるでしょう。イエス様は全てをご存知だから、私がここにいても癒してくださることを信じます、こういうふうに言っていたならば、本当に癒されることができたでしょうか。ただ家に寝ていて信じますというからといって、100回1000回言うからといって、それは信仰を見せるものではないから癒されることはできないのです。しかし中風の人は癒されるために自分の病気を言い訳にしないで最善を尽くしてイエス様の身元に出てきました。イエス様のところに行けばきっと癒されるという信仰を持っていたからです。友達にお願いして
動けない体ですけれども、担がれてイエス様のところに行きました。そして彼の友達にも信仰があったので、彼のために屋根まで剥がす行いを見せて協力してくれました。このように祈りの答えを受けて問題を解決されるためには、目に見える信仰の土台を神様の前に据えておかなければなりません。例えば家を建てるとき、口先だけで家が建てられることを信じます。アーメン信じますといくら言っても家は建てられません。実際行いで地を掘って整えて土台を据えてこそ、また柱を立ててこそ家を建てることができます。私たちも答えを受けるためには、神様の前に信仰の土台を据えてこそ、神様がそれをご覧になり霊の信仰をくださり答えてくださいます。霊の信仰は自分が持ちたいと思うからといってただ持てるものではありません。上から神様が与えてくださるものですなら、神様が誰には大きい信仰をくださって自分には信仰をくださらないからといって、神様につぶやくことがあってはいけないでしょう。信仰の土台を据えるのはそれぞれのすべきことです。家を建てるためには土台を据えて柱を立てなければなりません。その後神様がそれをご覧になって完成させてくださるのです。ですから私たちは心にある信仰を行いに移す、そういう信仰の土台を据えなければなりません。それをご覧になって神様が答えてくださるのです。ですから自分の知識で知っていること信じたことを目に見えるように神様の前に行いを見せることが大切です。それが信仰の土台を据えることです。十分の人と彼の友達はイエス様の噂を聞いて心で信じて、へり下った姿でイエス様の身元に出てきました。イエス様がメッセージを伝えておられる家の前に来ましたが、人々があまりにも多かったのでその中に入ることはできませんでした。たくさんの人が集まっているから彼らは叫んだでしょう。ここに重い病気の人がいます、通してくださいと。でも通る隙間はなかったのです。この時彼らが思い通りにならないからといって、もうダメだ、次に祈りを受けに来ようと諦めたのではありません。どうすればイエス様の身元に近づくことができるだろうといろいろ工夫して、ついに屋根の上に登って屋根を剥がしたのです。それを見ていた人々の中には笑う人もいたし、それを引き止めようとした人もいたでしょう。しかし身元に出ていけば癒されると信じたから何の問題にもならなかったのです。体さえ治るならば屋根はいくらでも直してあげることも保証することもできるでしょう。このように信仰は行いが伴います。行いは心が低くなった時行うことができます。ですから本当に神様を信じるなら、どんな言い訳もしないで身元に出てこなければなりません。こういう行いをご覧になって神様はそれを信仰とみなしてくださり、憐れんでくださって心の願いも叶えてくださるのです。これを聞いていて、ああこれからは答えを受けるために、癒されるために、神様を体験するために夏のキャンプのところに行くから癒されるだろうと思いますか？もちろんそうです。そういう行いは大切です。足を運んでその場所に行くこと大切です。そして伊豆神先生の近くに行って一個ずつ祈りを受けようと思っている方がいますか？でも霊的な秩序もあるし、教会で決めたルールがあるでしょう。自分の利益だけ求めてもいけないでしょう。道会堂先生も何度も言われましたが、神様の驚くべき力は癒しの集会のその場所に来ている皆さん全ての方々の家に臨みます。そして時間と空間を超えて現れるものです。祈ってくださる講師は神様の前に聖霊に満たされて、そして約束された時間に祈ってこそ神様が祝福してくださるのです。その時間、その現場で一番大きい神の力が現れます。ですからその前に個人的に来て祈りを受けたいですという方々はそう思わないで、信仰を持って
全体のための祈りを受ければいいと思います。そして次に、この中部の人が癒された理由がありました。それは罪が許されたからでした。マルコ2の5で、イエス様は彼らの信仰を持って中部の人にこう言われました。こよ、あなたの罪は許されました。ここでとても大切なことがわかります。つまりイエス様は病気を治してくださる前にまず罪を許してくださったのです。それはすべての病気は罪によるものだからです。出エジプト 15-26 に、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。とあります。そして申命記28章にも、御言葉通りに聞き従って守りを行うと、どんな病気もかからないことを言われました。新約のヨハネ5章を読むと、イエス様が38年の病気の人を癒してくださった後、もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こるからと言われました。このように、病気は罪によって来るということを必ず覚えていてください。だからイエス様も癒す前にまず罪を許してくださいました。もちろんイエス様の御前に出ていくからといって、教会に来たからといって皆が罪が許されるのではありません。本当に心から悔い改めて立ち返った人が罪が許されます。ですから癒しの集会やリバイバル集会や癒しの御業が現れる、その回収を会場を慕って私たちは前もって祈りで備えるのです。そして悔い改めるのです。神様の前に罪の壁があるから、それをまず壊さなければなりません。その現場に来て一回祈りを受けるから、それは全部壊されるのではないから、数週間前から涙で悔い改めながら自分を顧みて、その罪の壁を壊して、そして癒しの集会に参加して、徹底的に悔い改めて、その後祈りを受ければ、癒されるし、心の願いが叶えられるのです。ですから、前もって備えることが大切です。まだ備えが足りないと思う方ならば、今日もまだ時間があるのではありませんか。大礼拝、夕方礼拝、タネルの時、自分を顧みて悔い改めて備えましょう。その後、夏のキャンプに参加すれば、神様がそれを信仰として見てくださるでしょう。まず自分の過ちを認めて、二度と罪を犯さないために告白して悔い改めることが大切です。それだけではありません。罪を悔い改めたのに、口先だけで悔い改めてまた犯すことがあってはいけないでしょう。罪から完全に立ち返らなければなりません。本当に神様の前に覚悟をして決断しなければなりません。罪から立ち返ってこそ誠の悔い改めなのです。つまり罪を犯していた人が今は罪を犯さない人に、不義を行っていた人が正しいことを行う人に立ち返らなければなりません。そして御言葉にしてはならないとあるのはしないで、御言葉通りに聞き従う人が罪が許されます。第一ヨハネ 1-7 に、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますとある通りです。闇から光へと、悪から善へと出てくる時、主のたっとい血が罪を許して清くしてくださるのです。ですから皆さんが罪と悪から離れて光の中を歩んでいて、行いながら信仰の土台を据えると、神様はあなたの罪は許されましたと言ってくださり、全ての問題が解決されるのです。それではイエス様から罪が許された中部の人はどうなりましたか。イエス様のところに来る時は人に担がれてきましたが、罪が許された後は起き上がって床を持って自分の足で歩いて出て行きました。これはイエス様だけがなさる技ではありません。イエス様を救い主として信じて神様と一つになった人は誰でもこういう技を行うし、これより大きい技も
行います。ヨハネ 14-12 に、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますと言われたからです。同会の先生はこの御言葉を 100% 信じたから、主のしもべとして召された後、神の力をいただくために数え切れない日々断食して祈りました。そして教会を開拓した時から、医学で治れない病気も同会女先生の祈りを通して癒された証がたくさんあります。同会女先生が導いた連合大聖会はもちろん、ハンカチの祈りと時空を超える写真の祈りなどで多くの人が癒されました。今もこのような神の力の技は続いています。それでは、同会女先生の祈りを通して現れた神の力の技の中で、歩けなかった人が歩くようになった証をご紹介したいと思います。まず、キム・ニュンソプ執事の証です。キム・ニュンソプ執事は神様を信じる前、1990年5月、電気工事をしていた時、5階の高さから落ちる大きい事故に遭いました。すぐ病院に運ばれましたが、意識がなかったのです。ずっと昏睡状態だったのですが、約6ヶ月が経った後、奇跡的に意識が戻りました。しかし、胸椎11、12番が圧迫骨折して、腰椎の4番、5番がヘルニアだったのです。歩けない体になりました。いろんな病院に行ってリハビリを受けましたが、よくならなかったのです。1993年に障害者1級判定を受けた後、腰にはいつもコルセットをつけて生活しました。まともに横になることもできなくて、座って寝るしかない苦しい日々を過ごしました。そんな中、1998年にはこの教会に大きい試みがありましたね。同会女先生を裁いて罪に定めた人々によって苦しみを受けていた時でした。その年の11月に特別癒しの集会に参加して、この方は驚くべき体験をしました。前は横になることもできないし、一人ではトイレにも行けなかったのですが、不自由だったのですが、同会女先生の祈りを受けた後、車椅子から立ち上がったのです。その後は松葉杖をついて歩くようになりました。その後、この方は完全に癒されるために各種の礼拝に参加して毎日祈りました。病院ではこの人は治療はできないと言われましたね。しかし、同会女先生の祈りを受けた後、車椅子から立ち上がって松葉杖をつくようになって、次の年の1999年、2週連続特別リバイバル聖会に参加しました。1週目には、全体のための癒しの祈りを受けているとき、強い光を見て、自分が飛び跳ねている幻を見たそうです。2週目には、祈りを受けたら体が軽くなって、精霊の火が臨んで、不思議な力が湧いてきて、コルセットと松葉杖を捨てて、自分の足で歩けるようになりました。私がピンクのドレスを着て証を、導いていますが、その方が松葉杖を捨てるときびっくりしました。あまりにも嬉しいからこのようにしたのです。松葉杖をついていた人がそれを捨てて自分の足で歩くようになりました。その後は9年経ったのですが、一人で自由に歩けるようになったのです。もっと良くなって、日常生活に何の支障もなかったし、自転車にも乗れるようになりました。そして教会で奉仕も一生懸命にして、就職もして結婚もして子供も産みました。今オンラインで礼拝に参加していると思いますが、このように信仰生活を今までよく知っています。神の力で、牧者の祈りでこのように癒されたのです。もしそうでなかったならば、ずっと不自由なままだったでしょう。しかし、神の力がある牧者の祈りによってこのように癒されました。2019年4月、私が神の力を込められたハンカチで導いた癒しの集会の時あった時空間を超える証を紹介します。その時4歳だったインドのデリマンミン教会のマヤンクです。マヤンクのお母さんが
麻薬を産むときトラブルがあって赤ちゃんは酸素の欠乏によって脳と臓器に損傷を負いました。それによって4歳になっても一人で物を食べられなかったし歩けなかったから親はいつもおんぶしていました。おかしいと思って病院に行ったのですが正確な病名はなかったしただ発育が遅いと言われて薬と栄養剤をもらいました。しかし時間が経っても麻薬の症状が良くならなくて大きい病院に行ったら先天性運動失調症だったのです。お医者さんは麻薬は一生生涯を抱えて生きるしかないし後には聴覚障害と失明も伴う可能性もあると言われました。生まれる時から脳に白質つまり脳の組織で情報を伝える通路がない状態で生まれてこの地球上には損傷した脳を治療するどんな薬もないから車椅子に乗って生活すべきだと言われました。これより良くならないと言われたのです。そんな中2019年3月知り合いによってテリマミン教会を知りました。最初教会に来た人麻薬のお母さんが夢の中で誰かが自分を押さえつける夢を見たそうです。しかし教会に来たら麻薬が良くなるのを見て信仰を持ちました。麻薬のご両親は一緒に十字架の言葉のメッセージを聞いたのです。周りの生徒さんが勧める通りにしました。イエス・キリストを受け入れて偶像を全部捨てました。そして4月にあった癒しの集会に備えながら3日間断食をして自分の罪を悔い改めました。イエス・キリストだけがこの子の問題を解決してくださる方だと信じたからです。4月の癒しの集会の日家族は一緒に参加して癒しの祈りを受けたら驚いたことに子供は突然一人で立ち上がって歩くようになりました。教会に来た時は来たばかりの時は麻薬に飴をあげても自分の手でつかめなかったのに癒しの集会の後は飴をあげたら自分の手で包装をひねって開けて食べるくらいになったのです。麻薬のご両親は神様が自分たちの罪を許してくださったことを確信すると告白しました。麻薬は今一人で物も食べられるしおもちゃで遊んでいます。そして学校にも元気に通っているそうです。癒してくださり救いの道に導いてくださった神様に感謝と栄光を捧げます。愛する生徒の皆さん、このように生きておられる神様にはできないことはありません。ですから病気や患いが癒されたいと思う方々は自分が神様の前に信仰の土台を据えておいたのか顧みますように。悔い改めると言っていたのですがまた罪を犯したりしたのではありませんか。イライラしたに憎んだり自分の利益に合わなければ不満を抱いたりしたならばこれは罪から立ち返った姿ではないでしょう。どのくらい徹底的に悔い改めたのか実際行いを見せたのか顧みますように。問題いろんな問題を解決されたいと思う方々も同じです。毎日火のように祈っているのか罪と悪を憎んで捨てているのか御言葉通りに行っているのかチェックしてみますように。今からでも神様に喜ばれる信仰の行いを見せて答えと祝福の主人公になりますように。聞いたメッセージを思いながら祈りましょう。神様感謝いたします。明日から夏のキャンプがあります。生徒の皆さんが神様を見つけて体験して癒されて答えを受けるようにしてください。しかし自分がどのくらい信仰の土台を据えているのかどのくらい信仰を見せているのか顧みますように。神様の答えと祝福を受ける備えをして皆が神様を体験して栄光を返すようにしてください。栄光をお受けください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会場先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安置してください。
GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と施政殿、全世界の神の子どもたちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いよ下がれ、光を望め、無事の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中分関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など、痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど、精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命ずる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その誓いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おられ主、愛の主、それは命与える救いの主。